問9ですね。無線従事者の免許を取り消されることがある場合はどれかって、これはあれですね、電波法に違反した場合ですね。に基づくですね、処分ですね、違反ですね。指定事項のですね、制限を、まあ、なんか悪いことですね、指定事項の制限を受けたにもかかわらずね、それを解説ですね、また以前と同じことをやってしまうということですね。それと、まあ、結局処分に違反していますんでね、それがまあ見つかったらですね、取り消しですね、大変なことになります。